体育会系で歴歴史史好ききな星名による歩きまくり歴史旅さあ、今回はここ岡山県和家郡ゆかりの偉人、和家の清丸を取り上げていきます。奈良時代にですね、お坊さんが天皇になろうとするっていうとんでもない事件があったんですよ。初代神武天皇からこの時点で1300年間血をつなぎ続けてきたんですが、何の血縁もないお坊さんが天皇になろうとしたんです。これを阻止するのに貢献したのが、この和家の清丸なんです。神様の言葉をもらってくるっていう超重大ミッションをます。 されるんですね、ということで今回はここ和気駅から和気神社まで3.8キロ歩きながらその生涯をお話ししていきたいと思います。 和家の清丸は733年に岡山で生まれます。和家家は代々天皇に仕える下級貴族で、主君に忠義を尽くしなさいっていうのが和家家の教えでした。清丸と清丸のお姉さんもそんな教えを受けて天皇に仕えることになります。二人が仕えたのは高賢上皇という女性です。この人の天皇時代はお母さんと藤原の仲間のが強くて自分のやりたいことは何もできませんでした。そして何もできないまま天皇の座を退きました。そんな中お母さんが亡くなって、高賢上皇は 中丸に反抗するようになりますこうして764年に藤原の仲間の乱が起こり上皇は中丸を倒して聖徳天皇という名前で再び天皇になります清麻呂もこの乱で活躍して聖徳天皇にますます信頼されますそんな聖徳天皇は上皇時代に体調を崩していました当時の治療方法はお祈りですということでやってきた道教というお坊さんがお祈りで上皇の病気を治してしまいますそしたら上皇は道教のことが好きになっちゃって病気が治った後も道教 そばに置き続けますそして上皇が聖徳天皇になるとめっちゃ偉いお坊さんの役職を作って道教に与えます政治なんて知らないお坊さんが権力を得て舞い上がっちゃって調子に乗ってきます道教が気に入った人が政治の中心に立つようになりますもうみんな道教に逆らえなくなっちゃって政治が腐敗していきます道教はもう自分が天皇になれちゃうような気がしてきますこうして769年に宇佐八幡宮信託事件が起こります ある日、ある男が神様からの伝言を聖徳天皇に届けます。同居を天皇にすれば平和になりますっていう内容でした。確かにずっと権力争いが続いてたんで、全く新しい人を天皇にするのもありかなって聖徳天皇は思います。でも、同居を天皇にできたらいいけど、さすがによくわからない男の言うことを鵜呑みにするわけにもいきません。ということで、改めて誰かを宇佐八幡宮に派遣して、神様の言葉を聞くことにします。さあ、誰を派遣するかってところで、藤原氏が出てき 藤原氏は清のお姉さんを派遣すするように提案しますお姉さんは体が弱くて大分まで行けないんで弟の清丸を派遣する流れになるはずです。正義感の強い清丸なら道教の脅しにも屈せずに正直に神様の言葉を持ってくるはずです。それが道教を天皇にすべきじゃないっていう内容ならまた藤原氏の時代になるはずです。ということで清丸が宇佐八幡宮に行くことになります。出発の前、清丸は聖徳天皇と道教に呼ばれます。神様からいい言葉をもらえたら 出世できるよと圧力をかけます神様の言葉なんて、清まろが改ざんしちゃえば済みますからね。でも清まろは正義感が強いんで、こんな圧力には屈しません。いくら主君の聖徳天皇の命令でも、ずるは許さないんですね。しかも、聖徳天皇と同居以外はみんな、わけわかんない坊さんが天皇になるなんてありえないって思ってるわけですよ。清まろ自身もそう思ってるわけですよ。そういうみんなの思いも背負って、清まろはうさ八幡宮に向かいます。そして清まろは、神様の言葉 を持ち帰り聖徳天皇と同郷に報告します天皇は血の繋がった人がなるべき同郷なんて追放だと正直に伝えますこれに聖徳天皇はブチギレますそれで清まろは北まろに改名させられます現代語訳するとうんこ野郎ですさらに清まろと清まろを推薦したお姉さんはルザになりますこれ藤原氏がうまくやってるんですよ藤原氏が清まろを直接推薦してたら藤原氏もルザになってたわけですよだから藤原氏はお姉さんを推薦してお姉 お姉さんんが清丸を推薦したんですそれで藤原氏が生き残れば清丸とお姉さんを助けることもできますからね。 こうして流罪になった清丸は、鹿児島の方に向かいます。すると、四角が清丸を襲います。道郷が清丸の命を狙ってたんです。清丸、絶体絶命のピンチです。すると、なんとそこにイノシシの群れがやってきて、四角を倒しちゃうっていう伝説があるんです。後の明治時代に清丸は十円札の肖像になるんですけど、裏面にはイノシシが描かれるんです。お札になるほどの伝説なんですが、実はイノシシじゃなくて、藤原氏の軍が助けたんじゃないかと言われています。まあ、藤原氏としては清 清丸は功労者ですから絶対に悪いようにはしたくないですからねなので鹿児島に着いた清丸と岡山に着いたお姉さんに藤原氏は仕送りもしていますそして翌770年に聖徳天皇が亡くなりますこうなると同居は後ろ盾がなくなるんでもう何も怖くありませんということでみんなで同居をさっさと追放します藤原氏はすぐに清丸とお姉さんを京都に呼び戻し職場に復帰させます清丸は信頼できる男ですからみんなといい感じに仕事をしていきます781 年に関武天皇が即位すると信頼できる清丸が側近となり平安京を作っていきます事務仕事をまとめたり学校を建てたりもして関武天皇の政治を支えていきましたそして799年清丸は67歳で亡くなりますさあ和家神社ですね悪人同居を倒した英雄として清丸が生まれたこの土地にこうして神社ができて 立派な銅像も、えー、中にそびえ立っていますただまあ僕はね一つ疑問があって清室が宇佐八幡宮行くときに同居圧力かけたじゃないですか でその結果清村は正直に同居じゃダメって言ったわけですよねでもう神様が何言うかって実際に聞くまでは分かんないわけじゃないですかなのに藤原氏は最初から全て分かってるかのような振る舞いをしてますよね正直に言いなさいってもう神様が同居じゃダメって言うだろうって分かってるような言い方ですよねこれが違和感あるわけですよまあ歴史は勝者によって書かれるんで藤原氏の都合のいいように 書かれてるる気がすすんですよね日本史上で悪人扱いされてる人って何人もいて同居もその一人なんですけど、まあ、そういう人たちって 実はただの悪い奴じゃなくてちゃんと正義を持ってたりするわけですよ道教も仏教の不況を頑張っただけで実は悪いことなんかしてないっていう話もあるんですよ出世が急すぎて反発を招いちゃっただけだったんじゃないかっていう説があるんですねだから今回みたいな正義と悪がはっきりしてる話っていうのはちょっと疑ってみた方がいいのかなって思いますね さあ、今回はここまでです。次回はですね、静谷学校を取り上げていきます。静谷学校は、江戸時代の前期に岡山藩主の池田光正が建てた庶民のための学校です。庶民向けの公立の学校は、これが世界初なんじゃないかって言われています。当時はまだ学問は偉い人がやるもんだっていう感じで、庶民が学ぶ場所って、まあ、ないことはなかったんですが、藩主がガチの学校を作るっていうのは前代未聞だったんですね。 ということで次回静谷学校の話をしていきますので是非次回もご覧くださいでは今回は以上ですご視聴ありがとうございました